今日は、今日土曜日か、土曜日ですね。ゆうりんがあやみさんともと同じ時代で昨日のショールーム出てたよね。知ってます。いやーね、かわいい。でもさ、緊張しちゃうよね、ほんまに。初めてあの若にゃんさんとかみかなさんとかのイベント参加した時みたいなドキドキ。本当に可愛い。あのオータムの時のあの髪型、ライブステージの方の髪型、あれはもう有利意識でございますね。あんな、はい、あれはまあ本来のことやは、なんかもう可愛いんですよね、全てが。でもそう、緊張しちゃう、喋るの。まあ大体そうよね、みんなさ、推しとさ喋るときは緊張するじゃないですか。それです、はい、イベントとかの時ドキドキするじゃないですか。それです。うん、絶対遅刻しない。わい。おはようございます。今日は遅刻じゃないですね。最近でも少ないんじゃないですか。結構今日から3連休わーい見て。でもそう、あの誕生日やけど明日でもあれですね、私は今日は3つやめてよ、まめちゃんねえ、あ、ライオンキングしてはる、めっちゃ見せたい。久々にさ、ライオンキング見てんけど、まめちゃんのめっちゃ見せたいねんけどさ、制服がちょっと分かりやすすぎるな今。ダメでしょ、服引っかいたら。バースデーイブだね。え、ね、今日めっちゃ雨すごいですよね。マイナスのところ上向き筆と、やば、え、怖い。めっちゃ昨日からやけど、やばいね。3連休だね、ね、恋じゃないからね、これは。もう推し好きなんです、推しなんです、推しの好きなんです。なんかもう見ると、え、かわいい、今日もかわいい、え、やばいってなって、しゃべられなくなる。え、だって笑ってる、話してる、かわいいってなる。本当に何目線やねんって話やけどな、全然年上です、ユーリンの方が。とりあえず今からグスポ行くよ。雨気をつけてね。そっか、もう終わっちゃうもんな、この3連休で。誕生日セッターボード帰ってきました。もうたくさん抱えてて買うとこでもしなくなった。ありがとうございます。ありがたいですね。
推しほどドキする。そうやね、謎よな、推しの方がドキドキするなんかすごい、あ、消えちゃった。あ、タワーではないんか。今日は AKB のあやみちゃん、あー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 、明日あやみちゃんね、みなみちゃんね、すごい、ほんまに運命よな、ほんまにほんまに運命やと思う、これは。ひー、大阪も雨っす、全然雨です。豆キング、豆キングな、いつかタイミングいい時にやってくれへんかなって、え、おもろいねんけど、え、待って、やばい、ちょっと待って、ちょっと待ってな、これはね、見せたいわ、これ見せれるから見せるね。見て、可愛くない枕に挟まれてはるねんけど、この子。おはよう言って、おめちゃん。あ、ごま、はい、ということで、ただいまです。めっちゃいいものゲットした。2つ、嘘、もうもっとやもっとゲットしちゃった。よいしょ。まず、そう、初日に行ってきました、アドコラボ。かわいい、光の反射が、あ、こうすればいいか、アドに、アド映しとこう、反射で。いや、かわいいな、あんたもかわいい、かわいい、かわいいよ、あんたもかわいい、ごめんな、あんたもかわいいよえ、はい、これ第一弾ゲットしに行ってきました。初日にレッツゴーして、そうで、ナンバーパークスのスシロー、間違えちゃったごめんなさい、くら寿司屋とあのナンバーパークスのくら寿司にはでっかいパネルがあったんですよ、アドちゃんの。そう、結構ね、第2弾になって進化してました、いろいろ。で、そうで、まあ、いろいろコラボグッズのグッズとかいろいろ、はい、あります。これは今回こうビッグラポン出たんですけど、そのなんかこれ、なんか置くやつかなと思ったら、これアクリルのシールでした。かわいい、あのね、この柄めっちゃ好きなんですよ、私。あの第1弾のコラボの時のファイルもこの絵柄選んで、ほんで第1弾の一番最初のクリアポスターもこの柄選んだんですよ。めっちゃかわいい、はい、これですメッセで、ちなみにスシローはね、もう行ってきました、クロミちゃん。2回行った、なんか新しいコラボ商品増えてからもう行きました。やばくない、今さ、スシローもくら寿司もどっちもさ、推しとコラボしてんの幸せすぎる寿司三昧になっちゃうけど、
次があゆみちゃんにも緊張するようにします。あゆみ緊張し、いや緊張してないなら全然緊張してないで大丈夫なんですよ。さすがに回転寿司界隈になっちゃう、行き過ぎて。もう今年最後の演技、え早っ、今年最後の連休テーマ、やばい。今日グスクグスクグスク行ってきます。いってらっしゃい。昨日のうちがユリだから気持ちが分かりすぎる。いやなん分かるよな。やっぱそう、まあ推しに会う時緊張しちゃう、多分皆さんを皆さん分かると思うんです。 それです。年上の後輩をして中学生です。謎、もう謎。推しには安心でドキドキしなくなった。あ、やっぱもう 年を重ねれば重ねるとどん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 慣れていくんですね。でもグスプ行くよ、いつもチャリやけど雨やから。チャリで行ける距離って羨ましい。でも多分あやみとママがチャリで行ける距離で住んだらもうやばいで、ママが行きまくっちゃう。だからちょっとさすがに自転車、難波付近はねちょっとママが自転車でグスプまで勝手に行っちゃうのでダメですね。あ、猫映してる、黒いな。あの感想がおもろい。まえちゃん、そうまえちゃんな、暗いとこで見たら分からへん。そうだからよく机の下、今その、まあ、配信のためにここブランケット置いてんねんけど、その机の下に猫たちが寝てる時に、あっゴマと麦一緒に寝てるわと思って見たら豆もおって、えおったんやって、ね、もう暗すぎて分からへんねん。寝る前とかによく見るけど、あと好き、エサラちゃん大好きです。グスプ機能開いて気づかずに一本書いてた。あらら、そうでも一応なんかあれメンバー用なんかわかんへんけど、一般とかにもさ NNB コラボの席があった。まあボードとかないけど、しかもあの NNB の曲じゃなかったから、流れてんの。どこに貼る、どこに貼ろう。いや貼らんのありなようなシールやから、あかここのファあのクリアポスターのとこに一緒に、そしたら外したりもできるやろうから、また考えます。いやほんまに行きたい。スワドちゃん、しかもな4月13日の関西万博のとこでライブするんですよ。選ばれたの、ライブするメンバーに。行きたいな、行きたいな。行きたいしたら麦も行きたいな、行きたいな、行きたいな。しかもさ大阪、関西万博大阪やからさ、行けるじゃん、行けるじゃん、わたった行けるじゃん。すごい薄かったらスマホカバーに入れれてんけど、ちょっと厚さがあるから入れれへんかった。もぎも一緒に行くかい。劇場に
にチャリでキラキラ言われ、あ、わかる自転車浦井優里さん4人兄弟の長女やから子供メンバーに、でもなんかね、なんなんやろ、いやなんかもう話してて可愛いね可愛さが私の中であ、そう、そしてまだまだいいものがあるんですよ。せーの、じゃじゃーん、めっちゃ可愛くないこれ。この前コストコ行った時に、バーバーがコストコ行った時になんかあったから買っといたよみたいな感じで、でこので最近ちょっとバーバン家に荷物を取りに行く時があったので、その時にこれ買っとったよって言われて、もう泣き叫び、嘘です、もう喜びが待っちゃいました。うまいこと開けられへん。え、クロミちゃん剥がれちゃったやん、もうなんで、よいしょ、かわいい。まずケース入れ、ケース付きです。でかわいいシール付き、これをペタペタします。どういう感じで貼ったかわいいかな。たまにね、TikTok とか見てるとシールを剥がす ASMR が流れてくるんですけど私シール剥がそうとめっちゃ好きかもしれないんですよね。もう聞いててさ、めっちゃ楽しい。かわいい。黒は必須ですね、このクロミちゃんの。うん、かわいい。ました。そう、コストコで、歯ブラシもなんかあって結構安かったらしいです。できた、かわいい。そうで、本体はこんな感じ、電動です。めっちゃ、え、かわいい、やばい。いきます。お、動く、電池入ってます、ちゃんと。もうありがたいね。ほ、あ、こっちか、うん、でこんな感じ。え、かわいい。で、歯ブラシもね、ちゃんと6本ぐらいも予備でついてきてて、ありがたいですね。歯磨きも入れて、はい。めっちゃかわいいっていうやつです。これをちょっと今日ここで紹介したくて、紹介しました。
私の前だと失敗できないから余計に緊張しちゃう。そう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 、わかる。なあ、どうしたらいいんでしょうかね、もう。あ、黒猫の迷子のヴィランたまに見るけど無理言うんで、それもそう。夜とかになるともうほんまにやばい、絶対見つけられん。押し忘れるときに全力で押してた方が優先してくるからでしょ。あります、そうですね、あります。私はもう今でも押しに全力でございます。もう押しに全力でございますし、押しに全力でございます。はい、バイ、いきます。はい、まあ、当たるか当たらないかの問題です。わー、土曜日だー、久しぶり、久しぶりに見たかも。ね、猫も行きたいって言ってくれた。麦も連れてこう。え、それなのにもさ、万博のサポーターしてるから。でも多分あのメンバーだけなんかな。え、行きたい。だってじゃ、でも、あ、じゃ、え、だからライアドのライブに行ったらメンバーに会えるかもしれへんってこと。おんのかな当日。あ、おるか、おるよな。あと1ヶ月で500ってこと。えぐ、えぐちゃむじゃん。スシローじゃないです。スシローじゃない、これ。バーバーナイス。そう、じじが負けた。やられたって。バース、バーさん、バースじゃない、バーバーに先取られちゃった。村井優里さん、ほのぴーのことに調べよう。え、そうそう、そう、ほのぴーとユーリンの絡みも好きなんよ。あの公演の時めっちゃ可愛かった。村井呼び、西田呼び、おもろいね。可愛いけどおもろい。そう、結構お得です。これ 1,000 もせえへんって言ってた。900何本ぐらい。コストコってやまに普通の歯ブラシ20本ぐらい入ってるよな。うん、猫はイギリスの人に行ったら猫ロンドンに。どう、猫って名前変わんの、ロンドン行ったら。あ、猫ロンドンってこと。ウェイ。あゆみちゃんからあの誕生日メッセージ届いたよ。来たよ。めちゃくちゃ幼くて何バトルの服着た。うわお、懐かしいね、その写真。何バトルの写真、懐かしい。え、そう、歌劇場で使う、持ってきます。黒猫って名前あったのに反応忘れてた。高校一旦ちょっととか言ってもらって、黒みっていう汁あるの見逃してた。
推し活を楽しんでてよかった。推し活をしっかりと楽しんでございます。楽しんでおります。ナンバーまでチャリ25分、電車40分でございます。え、電車の方、えほえんバグ、これは電車の方が遅いんや。推しが推せるときに推せって言った不安が許せません。いや、あの安心してください。あやみの推しはね、あやみの推しは推せるときに推せは、あの今までの経験を、あのちょっと、あ、今までの経験があったからこその皆さんへのちょっとほんまに推せる方がいいでっていうやつです。本当に推しを推せるときに推せという言葉は、あの杉浦琴音さんのときにしっかりとあのあれね、実感しましたので。昇格と誕生日の祝いプレゼントは誰、推しのやつです。待ってます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、イエーイみゆちゅうさんが、みゆちゅうさん、そう、昨日もなってはった。あ、そういえばさ1月19日のさ、オンライン話し会落選出たって聞いたんですけど、皆さんちゃんとあのお支払いお願いしますはい1月19ならまだちょっと追加の可能性があるので、今日までなんでね、お支払い、じゃあお支払い期限せんだか今日、ん、今日って何日、何曜日や、今日、いや、じゃあ今日までやね、お支払いは。ん、アイドル失格のメイカの子供時代の工作メロディで今日、もうエモエモじゃないですか、そんなんかわいいね、あのね、本編出てきてたね、あの子が、え、だからミカナさんと共演ってことですよね。鳥取太郎さん、ありがとうございます。佐々木さんと同い年になりました。え、同いやんな、じゃあ、あそうやね、同いやな、ん、あ、うん僕誕生日来週です。あやみおちさんと近い、あ、誕生日がフェルの地下鉄まで歩いて15分ですね。あ、それに時間取っちゃってんのか。あやかさんも言いまくってたんや。なるほどね。ほんまに推しは、まあ、アニメとか関係なく推せるときに全力に推してた方がいいです。アニメだっていつ終わるか分からへんし、アイドルとかだって卒業するか分からへんし、もしかしたらそろそろそういう活動者さん、アイドルじゃなくても普通の活動者さんだったら急に活動休止とか活動終了とかいろいろあるじゃないですか。そういうのもあるから、ほんまに押せるときは押せっていう、だから私は今は全力で、推しだけに推し払いはい
さくちゃんが昨日の配信であゆみちゃんがアンジュさんの頑張ってくれたって喜んでたよ。そうなんです、嬉しいらしい。あのグスプでアンジュさんが出たんですよ。私はカニャンさんとミカナさんを引き当てるために M のやつを引いてたら、アンジュさんが出て、まあ、見た瞬間これはさくらさんにあげなければっていう使命感を感じました。これは何か、なんかもうこれはやらなければならないかもしれない。これこそね、こういうのを皆さんもこういうのをたくさんして、あの仲間との交流を深めてください。お支払いですね、うますぎね。トガちゃんね、そう、もうひろあか見てる人は分かるけど、トガちゃん、ほんまに、そのアニメのキャラクターだってさ、アニメ終わるもあるけど、推しがお亡くなりになられるかもしれない。まあアニメによってはね、そういうアクション系のアニメってその可能性も出てくるから。え、そう、中の人もね、声優さんもそう、声優さんとかも関係あるから、本当に推しは推せる時の推せというあれです。アイドルやったらその後また活動続けてくれたり、また違うとこでデビューしたりもあるけど、うん、アニメはないからね。そう、ゲームとかもサシもあるからね。うん、そう、ゲームが終わっちゃったらキャラが見れなくなっちゃう。黒崎さんプライベートでグスプに書いてたらしいですね。あゆみも行こうかな。アニメやな、まだそういうの、フリーとかアマブラーとかで終わっても見れるかもしれんけど、もろ言った。昔アイドル知らない人に推しメンがって言っても、おい推しメンって聞かれてました。今はね、なんかもう推しが普通になってきてるもんね、日常、なんかもうお風呂入るみたいな感じ。前、明日誕生日から行こうかな、グスプ。いろんな人に言わせてもらえるかもしれん。やったー。明日行ったら。何落とした？ごめんなさいみたいな感じで、こっちに近づかないでください。ガラガラ緩くなるよ。そうですよ。グスプ行ったら知らない人にも声かけますよ。コースターで活躍してますか。そう、グスプってさ、そういうので仲間を増えたりするのか、だからいいよね。私のこと考えない日はない。そうだから、ほんまにそう、ほんまにお風呂なんよ。まあ、たお風呂って例えがあれかもしれない。だからもう寝るのと一緒、絶対さ、生きてる中で寝ることを一回は考えるじゃないですか。それと一緒です。はい、あっと、これが宮本さん方中だと申した、あやみちゃんです。
も好き、お風呂も好き。いいですね。でこっちがもの落とすよね。ね。私の誕生日はまだまだ先です。世界、じゃさ人間のさ三大何だっけな、なんとか、まあ、もうさ寝る食べる惜しいよな。もはや。そんぐらい、もう今は普通ですからね。いないって人もいるけど、でも存在は知ってるじゃないですか。もしっていう存在があること、そう食べる寝る押す。かわいい、食べる寝る押す。遊ぶも必要ね。僕をあゆみちゃんに僕の誕生日認知されてたらおもろい、行ったことない。もう超能力者すぎる。おっと、多分わざと落としてる。ちょっと嫌かも、怒るで。昔はアイドル応援してるってなっても、ん、昔はアイドル応援してるなんてもっての方が暇があるな、勉強するか仕事でも休めって感じ。だから今はコンサートで行くから休んだり。するってことできるからすごいよね。もう食欲、睡眠欲、推し欲、推し欲や思う。私が推す方が、年取っていつアイドル活動応援活動が終わるか分からないから一応、あ、そっち。名言、名言、あゆみの名言、分からん、迷う方かもしれん、迷うに言うかも。今日寝てないから食べるオスだけになってる。あらら、寝て。おい、誕生日おめでとう。まだやな。まだですわ、明日でした。授業50発で稼いで行きってきたね。そうやで、あみきのともちゃんと出会った、同じ場所におってんけどな。あのね、ユーリンのねカードね、頑張って星3まで集めました。星5はともちゃん2枚ぐらい出たから、今強いから星5、10期の星5はともちゃんにしてる。みさちゃんお祝いしてくる。おっ、いってらっしゃい、ゆさちゃん、お祝いしに行こうかな。明日一日開けてます、あゆみさんの配信待ち。そう、ありがとう。あれやってます、あの一応ツイッターで、ごめんなさい、 X でやったけど、あれ5時からショールーム配信の予定やから、皆さん聞いてね。月末の推しガチャ引かないとね。そう、ユーリン引く、ユーリン引く。もうね、ワカニャンさんとミカナさんは強いの。もう強いの、しかも全部揃ってんの、1から5。しあやみ、ワカニャンさんに関してはさ、1星3まで全部覚醒してんのね、 1個ずつ。結構強いんですよ、若宮さん。私の若宮さん
ねえごめちゃんどっか行かんで、うん、おかえり、ただいま、疲れてそう、飛んでた、あーだからか、結構時間かかってるなって思った、食べましょう。え、あみの LINE 見てくれた？え、見たけど、よかった、見た、見ただけ、ただいま、よいしょ、ありがとう。え、待って、これはそれは一応作ってくれてたババが、え、多分これ食べな、多分朝マック行くのは分かってたよ何ジュースそれ、野菜ジュース、マックシェイクなかった、あ、なかった、はい、ありがとう、はい、ハッピーセット、ハッピーセット、あ、プチパンケーキってこと、うん、だってパンケーキって書いてたもん、ワンダフルプリキュアってちょうど見てない、だよ、ハッピーセット、あ、ありがとうサラダ、やった、うん、じゃなんかちっちゃ、ちっちゃいで、だからでかいパンケーキもあんねん、ホットケーキやし、それ、あ、そっか、え、ワンダフルプリキュアって猫おるんや。ワンダフルプリキュア、ワンダフルプリキュア、ワンダフルプリキュア、いやって違うやろ、ワンダフルプリキュアやろ、いやなんか違う、え、ピーラブ&ピースセット、え、猫かわいい、かわいい、猫かわいい、これは、あ、これは犬や、ケンちゃんのフィデオフィッシュはちょっと買ってないですね、つけとこう、よいしょ、いやワンダフルっていうから犬だけなんかと思って、枝豆コーンが好きです、枝豆コーンはあんま食べたことないかも、うん、これでした、あれ多分このプリキュア見とったら絶対この子してるわ、どれ、水色、水色、キュアニャミーやって、なんでキュアニャミー、ニャミー、ニャミー、猫、マヨと一緒に暮らしている白猫で、白猫なんや、あ、いただきます、誰よりもマヨのことを大切に思ってる、クールでマイペース、どっち、え、お昼寝が大好き、へえ、一緒やん、悩みや小麦っていう名前やねんて、この猫、ん、猫がさプリキュアだって人間になってるってこと、ん、ありがとう、ん、小麦や、あやみおちおしさんになってる、うん、うん、嬉しいけど LINE 見て、 LINE してない LINE してませんね、うん、誕生日いつ、うん、明日ちゃうで、あやみおちおしさんに、あ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 、昨日ベートムーチョさんのコインがとうとうなくなっちゃったの？あ、ジュッキーいっぱい引いたんか？ママやってマンポンさん初めてかも、ママって呼ばれたの。あさすおかさま、たくまいさん、1000% 超えてる、すごい、なたまに 1000% 超えてる人は嫌い、どうやってんの、どうやってんの、あれほぼ覚醒してるってこと、あれ何パーセントなん、800ぐらい今、赤にゃんさんで、
ナミさん誕生日打ち切れないから今日ね変更しようよ。いやいや、でもナミ毎日休みが、毎年休みがいい誕生日。でも112が良かってんな、ナミの誕生日。なんで？あ、なんでもない。なんでもないから。いや、からみようかなって言った、ボソッと。うん、意味が分からん。なんで急に何でもないって言うんって。やめて。じゃ、言う、なんか急にやめる意味が分からへん。え、じゃあ後で言う。分かった。うん、まあでも、うん。ママはソーセージエッグマフィン派。ずっと。ずっとな。あ、お昼は、お昼とか夜はチキンフィ、チキンフィレオ、ん？チキチや、チキンチーズ。チキンチー。うん。こう。エビフィレオ。ちょっと食べ方ほんまに気ぃつけて。写真くないんか。ワンダフル。ワンダフル。犬と猫がおんの。動物ってこと？うん。キュアニャミー。犬と猫っぽいけどさ、犬と猫なんかの二人だけやねんけど。あとは何だ？他二人人間に見える。あ。あ、この子も一応猫耳の帽子ついてる。なんかの動物なんじゃない？この子は何？これ多分犬やろ？猫やろ？猫やろ？猫みんなこの辺おる。みんな、人間がみんなここにおるからじゃん。掃除機かけて。うん。いや。無理。ここでドライヤーしてるから。え、汚い。掃除機かけよう。この後お掃除大会。誕生日を気持ちよく迎えたい。うん。誕生日プレゼントリクエストされてないけどないん。なんか何がいいか、あ、そうや。物じゃなくて。うん。メイク用品買う分なんえみたいな感じ。ええー。あ、物は決まってんね。メイク用品が買いたいね。うん、そういうものは決まってんねんけど。そっか。親が選ぶような年じゃないんか。お金だって。14歳。じゃお金だってよ。お金じゃない。メイク用品。お金やろ。を買うお金。お金だってよ。でもメイク用品が可愛いし。なんだか寂しいな。キュアマサノン来た。キュアマサノンかわいい。キュアマサノンかわいい。だってさ、これまでのさ、誕生日でさ、2年か3年分ぐらいさ、2年か3年ぐらいさ、うん、あの 年の分だけのプレゼントをやってて、やりたいって言うから、うん、やってほしいって言うから、で次もそれがいいって言ってたで、この間まで。うん、言ってたけど14個いいの。うん、え、じゃあそれがいい。でもあれ自分で選ばれへんやん。でもメイク用品お願い。メイク用品ばっかり、ばっかりじゃなくて、だけじゃないけど多めで、でちょっとアクセサリーとかもろもろ、なんかいろいろ。14個のやつあれ開けんの楽しいね、ほんまに。わかる。うん、ランダムグッズ開封してる感じ。
ずっと同じデッキでしたよ。何歳まで信じてたのかなって。え、まあ信じとるね。サンタおるもんな。おる。あやみはママがサンタで、サンタママがクリスマスに漫画を頼んでたとしても買ってくれるわけがないっていうの分かってるから、あんな大量の漫画を買うわけない、うん、って分かってるから。あやみは、うん、去年か、うん、2、3年前ぐらいの、2年前かクリスマスで漫画通り部、今1巻から今出てる分まで全部、まあ、28巻分ぐらい全部頼んだんですよ。全部来て、去年もいらんしぐったそういうこと言わないの、サンタさんがくれたからグッズも頼んでてんけど、去年そんなこくれるわけないやんって。通り部を28巻分ぐらい、私は頼んだもん。もう頼んでへん、頼まないと。え、頼んでへん、間に合わへんわけ。間に合うし、サンタさんはどんな時でも来る。サンタさんだって用意する時間いるからな、絶対魔法使いじゃないねんから。魔法使いじゃなかったらあのグッズどうやって用意したんやろ、不思議。どうしよっかな、今年何にしよっかな。手紙書くんやろ。うん、手紙書く。でもそのママにその手紙絶対見せてくれへんから。そうし、書いたとも言ってないし、どこに置いてるかも言ってへんし、うん、手紙はって言われて、え、もう送ったねって言われてるだそう、毎年そう、まあ、手抜けへんくなった。ああ、もうずっとそれで。今日これで行こう。見せて。抜けへんらしい。抜けへんくなった。痛い、ちょっと骨が出てるからかな、あやみ。そりゃそうよな、ハッピーセット。あ、いけそう。あて。キワササオカやって、かわいい。あ、いけた。食いしん坊戦士。いけました。キワササオカ。白飴立ちにくい。あ、アミカラーやん。今思ったけど、今までずっとアミで。ジャッキーはまだ超特攻期間。あー、なるほど、それや。だからあべも、うん、じゃああべも昨日もらった赤やんさんの推しメンランキングの特別のやつ入れたらってことか。で、新しいガチャのやつとかはねあるよね。だから星号のそれずっとつけてた時はめっちゃ強かったもん、思い出した今それを。誕生日にクリスマスにお年玉。え、近いって、あ、もう羨ましいな。誕生日、クリスマス、お年玉。これが三歳の三大きっかけでなんだって。恋の三大きっかけでなんだって。全然恋じゃなくて、もろ。三歳のきっかけや。三歳？ああ。いっぱい使うってこと。11月誕生日、12月クリスマス、1月。あれほら、全世界の子供に用意するから早く言った方がええよって言ってるやん、うん、そうするわ。じゃあもう決めよう。じゃあもうそろそろ書き始めよう。絶対ママに書いたとも言わんし、どこに置いてるかもわからんようにな、うん、ね、端っぽでどうある。もうファンタから見えやすいところにしてるからね。いつもちゃんとできてるから大丈夫。ちゃんとできてる、うん、いつもなんかいつもで書いてんの。毎年手紙書いてるね。思う。そう、でも前の家の時は一回さ、うん、一回さ、なんか転生した時あったやんな。あったサンタさんみたいな、いつもありがとうございます、こないだのは間違いでみたいな、すみませんが、うん、これに返してください、うん、え、そうそう、あったあったあったマジで仕事の連絡みたいな感じで書いてたもん。すみませんがこっちに変更できますかみたいな、いつもありがとうございます、うん、じゃあ三角チョコパイ食べたい。そう、でもそれはあれやろ、ママがまだ知ってる時やろ、書いてるって。うん、そうだから、結構前、うん、まだ小学、うん、
何の疑いもなくサンタさんに手紙書いてたからママに見せてくれてたけど、今はもう見せてくれへんくなった。見せてくれへんくなった。あれもんなんです。私さ、去年のショールームでさ、ママはさ、あやみにさ、サンタさんに何頼んだんって聞いたらさ、ゲームって言ってん。で、へえと思って、思ってたらゲームじゃないの届けたもん。試した試されてるやん。それでゲームが届いたなら、あ、ママがなんやってなるよ。うん、でもちゃんと頼んだものがちゃんと届いたから、あ、違うなってなった。疑ってると来なくなるでやって。いや、もう疑ってないもん。今疑ってないの？ちゃんと対策してるから、それでちゃんと分かってる。対策してんねや。ママ対何対策？分からへん。何対策って言うんやろこれ。ママかな。ママ対策か。健康と対策。1104やったらいい推しの日やった。え？うまいやん。あともうちょっと我慢すればよかった。そうやったさ、に出すの20時間ぐらい我慢しなあかんくなるけど。まに言い方。産むのって言って。言い方。もうちょっと我慢してよかった。20時間我慢したら、あ、11月4日やったのにな。いい推しの日やったのにな。こんなオタクな娘が生まれるんやったら、よしの日の方がいい。うまいわ。一日違いなんか悔しいな。あやみって生まれたん4時とかやんな、確か。朝4時。朝4時だから全然無理。20時間耐えなあかんで、ママ。全然無理。めちゃくちゃ早かったし、出てくるの。あやみ。暗算すぎた。耐えるさ、そうかさ。太陽花さん、誕生日の朝からさ、僕まだ誕生日ちゃうねんけどな。あみちゃん明日やねんな。今日練習？うん、明日も、ね、明後日も、明日も明後日もそうですね。し明後日も、しし明後日も買い物行こうっとママ。し明後日も買い物行ってくるわ。14個のプレゼントを買いに。やいたー。え、何年まで続けよう。20年ぐらい。15ぐらいにしてもう無理やで。いや、20歳ぐらいまで。だってさ、化粧品ってさ、うん、めっちゃ安いやつでも1000円とかするやん。うん、14個買ったら1万4000円。ちょっと使いすぎよ。まあ、でも誕生日で1万4000円やで。旅行行ったらもっとかかんで。うん、あれ、あれ旅行は、あれ誕生日旅行行った北海道行った時何円かかった？それが北海道安かったよ。安かったな。安かったわ。3人で9万円やって。そうや、安かった。北海道安かった。美味しそうパン食べようこれ。いいよ、もう中いっぱいなした。え、これ持ってきよ。ね、生ハムダメ。無理。え、嫌だ。食べれる方が選んでいい、ね、バーバーが食べ、ハム残してて。ばあばがあやみのためにって生ハム買ってくれたのに。あみちゃんの、あみちゃん誕生日の文化の日な。そうやで。ばあもわかりやんデッキでやれば同じ。あ、いいおさんの日や。いい。だからや。だからよく生まれたんや。いいお産の日やな。欲深いかっこ2回目。どうしたどうした。うん、まや。どうしよう。三角チョコパンいつ食べよう。食べたいな。うん、次あやみちゃんが笹岡さんに年の数だけプレゼントしなくちゃ。ほんまや。頼むな。三十。
でしょう。30個ぐらい。いや、もし45にしたら40かも。今日はヤミーになってる。ヤミーちゃんかな。え、ニャミーとヤミーってこと。似てるような日はヤミー。似てる。てかもうそろそろ終わらないと。もう行くん？もう行かないと。あ、まあ、今日、まあ今日は明日もね早く行かんといけない。誕生日やけど。ちょっと用意してきて、ママみんなと秘密の相談するから。何？え、怖い。用意って何？着替えとかってこと？うん、歯磨きとか。ああ、オッケー。じゃあちょっとピン止めとかないと。ヘアバンド、ヘドバンタイちょっと似てるね。うん、ヘアバンドとヘドバン。うん、え、なんもない、もういい。閉めとく、ここ。うん、閉めて。バイバイ。秘密の相談。3分以内に帰ってこなかったけど大丈夫？うん。なんかいい案ありますか、プレゼントの。18つも買わないといけないんですけど、いい案ありますか、教えて。サンリオグッズね。サンリオグッズメモしたか。あ、早い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 。骸骨マスクで、骸骨マスク越しにもあのふくよかなこと分かりそうでちょっと嫌やな。かわいいあゆみちゃんを頑張って産んでくれてありがとう。どういたしまして。14年前の今日の朝、あ、ちょうど今頃かも。今頃病院行ったんちゃうかな。で、そういうことはちょっと一旦置いといて、クロミちゃんグッズ、プチプラコスメ、メイク用品、グッスプで、あ、グッスプのランダムも一個入れてもいいかも。14袋も用意しなあかんから。ワカニャングッズ、あ、うまい棒、うん、その袋もあってもいい。ちょっとスクショ撮るわ。ここからショムちゃん頑張って、思いつかんで、思いついて。あ、ビューラーもいいな。ブラックサンダー、生ハム確かに生ハム好きです、あの人。全身こ、あ、ちょっと待って、それだけでさもうめっちゃ行くねんけど。まあいいか、ちょっと、はい、スクショ。ユーリ推しなので、ユーリ、あ、村井ユーリちゃん、若にゃんとユーリちゃんとそろそろバレる。100均のカラコン、100均にカラコンなんてあんの。メイクキープミスト、木彫りのクマ、さっきから木彫りのクマの置物をおすすめしてくれてるような。アドのライブの楽屋、ちょっとママの力じゃどうにも、明日までには。駄菓子の、あ、駄菓子のポテトフライ好きやね、あの人と。タングルティーザー、あ、タングルティーザーのようなものはこの部屋に、はい、入るで。あ、みんなコメント、あの、早くか、コメント流して、流して。携帯じゃない。何でも、そうそう、戻ってこなかのちゃん、コメント隠すな。コメント隠して、やっほー。あ、じゃコメントも隠しとこ、これもう出へんようにしとくわ。これでオッケー、バイバイ。一瞬本人戻ってこなあかんねもんな。そうそう、ちょっとここに忘れ物した。あ、ママにいいものあげる。なになに、はい、この生ハムサンドイッチ美味しすぎて止まらんから、はい、返すわ。何やで、ちゃんと食べた。その帰りのシュガーラスク、うまい棒もらったなんかさ、ダイソー行ったらさ、うん、7本で100円やつ。え、安っ、うん、安くないね。あ、でも今15円やから安くないやん。いや、もう今15円やで。こっか、バイバイ。バイバイ。お
カーソも配信も良き、嬉しい。とタングーディータあります。どこや、どこ行ったかな、持ってったのかな、あの人かわいい、見て、ジョニシレイちゃんのポーチに入れてるアドグッズ、肩たたき肩たたき券ってさ、ママが闇の肩たたいてあげるよっていう券ってことまあ入れとこうか、候補に。ワンピース全巻はちょっとなんぼかかる？今110巻やろ？全部中古とかで400円で買えたとしても400万、違う、なんぼ？114万、怖いねコメント流すコーナー来たあおもろい、ほんじゃかバンバン、コメントもう大丈夫そう、自分の携帯で見て、あ、自分の携帯で見てるよ。ラスク味おいしい、わかる、ラスク味好きやね。ナンバナンナンのキャンドゥの場所変わった。ナンバナンナンってどこやったっけ。あゆみのアクスタス、あゆみのアクツタ、アクツタ、アクスタスじゃいいんです。手持ちのアクスタが、手持ちのあやちゃんがいますね。あゆみさん、いずこうまい棒パーで14分のうまい棒、駄菓子の、あ、駄菓子の詰め合わせもあり、そういう袋があってもよし。爪握手券14枚、それだけで1万4000いくんですけど、怖い。朝マック買いに行きますけん、あ、いいね、肩叩かせて、肩叩かせてあげるよけん、あ、いいですね。戻ってきたらおかん配信になってて、もろ、ごめんなさいね、おかん配信させてもろてます。ちょっと誕生日のご相談を、好きなスマホケース、コナン、コナン、コナン、誕生日コナン、あゆみちゃんの好きな漫画14巻までとか、今な、何の漫画が好きなんだろう。色赤ある、通りウェアある、メイクキープミスト、下地付け爪、ランダム生写真、アクスタ、アクスタポーチ、スクショ、ヤッホー、あす、おはちょぴん、遊びに来たよ、ありがとうございます。え、ジンさん、ジンさんでいいやん、ジンさん、隣の隣ぐらいいましたよね。明日グストップスプーン行きたいって言ってたよ。え、明日グストップ？誕生日、誕生日、おうちグストップしようかな。やっほー、今日こそ芋にしてしたそんなん言ってんの、いつもうちの娘の配信で頑張らぬ愛の CD いっぱいある、いっぱいあるね、家に。推しグッズね、推しグッズもいいね。来年もうちょっと早めに言っとってもらっていいですか間違いないなんか昨日パッて思いついて、あー、笹岡さんが若に連絡取って取れません。フルカラーの通り部全巻、モノクロの通り部全巻あんのに。宝くじ14、あ、宝くじって14歳が削って当たったとか言っていい感じ。サンリオショップはおしかずグッズ何でもあるから寄るべきです。寄ります、絶対行きます。防、あ、防寒グッズね、料理本あり、ちょっと作ってくださいと、ちょっとスクショスクショ
結果ママが楽になるという料理本。今知らない人見に来たらびっくりするよね。そうやん、あやみさん、そろそろちょっとタイムリミットじゃないの、一旦一旦、あ、これや、これこのタングルティーザー的な、あ、やばい、ピカピカや、これ後ろ、これおはよう、おはよう、おはよう、くれてるコメント、うん、みんなが案くれてる何の、うん、今こうやって映しちゃって、こうやってピカピカやと思って、はあ、危なと思って映していい、おかん、逆にコメント読んでもらえない、わかんない、見えない、知らない、でも終わらないといけないよそろそろ、あやみ、わかった、もう結構スクショ撮ったから、うん、そう、オッケー、秘密の相談終わったから、でも大体何かわかった、何が、え、まあな、言わんとくわ。え、子猫14匹死ぬ、多すぎない、さすがに死んじゃう、うん、これ以上やんじゃ、ボードが増えたら死んじゃ、子猫2人来てさ、一気に家ボロボロだったもんな、うん、こんな猫って家ボロボロになるんやって思ったもん、初めて、麦がさ、賢かったんやなってことがよく分かった、そう、なんかめちゃくちゃジャンプしてさ、めっちゃ上の方の壁削ったりとかすんねや、さっきはライオンキングしてたで、またライオンキングは別にいいよ、何も気づいたん、服引っかかるねん服引っ掛けて登るねん、あの子たち、豆だけじゃない、豆だけ、えごまちゃんはここを引っ掛けて、カーテン引っかかってカーテンのレール上乗るし、壁は爪とがれてボロボロやし物は落とされて壊されるし、食べ物はなくなるし、まだ笹岡猫カフェにしようかな、何、まあ、笹岡カフェ開くん、開きたいずっと言ってる、開きたい、でももう漢方の部屋取られちゃったからな何なんやろな、そこな、漢方の平和ってあったん覚えてます、みんな、うん、焼肉屋の十字架のお迎えに、どこや、あ、劇場のどこっつったやろ、近くのショップ行くまでの道の途中にあった、あ、そうそうそう、劇場からショップまでの道の途中の、なんかまずショップあります、劇場に近づくたび、た、近づくたびに近づくたびに近づくたびにあの今はなんかレモネード屋さんみたいになってて、その横になんか色、たまにいろんな店を開いてるとかじゃない、その横にあった漢方の平和、かわいいライオンキングモードやから心配ないにゃかわいい、ゆうくんさん初見の人、家ぐちゃぐちゃになるよね、うん、なるよね、初見やし、あやみのアイコンしてくれてる、あれもうキラキラなんか1個投げてくれたってこと、笹岡さんが猫耳、どこに需要あんねん、ママの猫耳、ママが猫ミーム、猫ミームじゃない、猫耳つける、ね、ママミーム、モタロードでオープンしましょう、猫好きを、あやみちゃんには1万円以下のものしかプレゼントできないですよ、それはもうファンなんや、ファンからのファンからのプレゼントと一緒なんや、家族のはずやねん、そうやんな、1万円しかし無理やんな、いや無理じゃないよ、ママは、そうやんな、だってな、だって何年主に生きてきたと思ってんの明日で14年やでなあ、
一緒に生きてきたってなんなん、そんな出てきてんけど一緒に生きてきた、ママが生きさせてきてんけど、ちょっと途中ぐらいまでは今はもうさ勝手に生きてるかもしれんけど、勝手にな、何、うん、生きさせてきてんねん、コスメ禁止やん、うん、なんで、まあでもオタクじゃないかプレゼント、あの運営さんを通してのプレゼントじゃないから、直接やから、なんだグッスプの半分誘うカフェでしょ、え、ありね、え、もうさコメント出していい、もういいよ、もうコメント出していいよんの、いいよ、最初の方やから大丈夫やな、まあ10年プラスお腹の中に10ヶ月10ヶ月ぐらい言うて変わらんかった、だんだん多分空き店舗だらけだから選び放題、いやいや空き店舗だらけんとこのカフェ、いやいや逆に人気になるかもよランランタウンってどこ、ほんまに分かるあれちゃん、あのゴンちゃん、あ、分からんな、焼肉 M を乗っ取ろう、あれ焼肉 M っていうのあそこ高そうなとこだろ、猫ホテル、そんなんの、猫ホテル、笹岡さん14年も育ててもらったら感謝をしなきゃね、笹岡さん、うん、笹岡さんが14年も一緒に育った、うん、あ、こっちが育ててもらったん、うん、らしいママがママが私の娘の、私もちょっと喋られへん私の娘へのプレゼントスタッフにも渡すの、めっちゃおもろい、これ木の野菜より自分でお願いします自分の娘やのに直接渡した方がダントツで早い、劇場から地下降りたとか、ああの辺か、そんなに店あれなんや、そやな、でもあれやからな、子育てはな、自分育てって言いますからね、先に言われちゃった、うん、いやママはあやみを育ててるからこの育児の大変さを学んだ成長したっていう、成長すんねん、子供を育てることによって退化してる気するけどな、昔のママの方がもっとちゃんと頑張ってる、あやめができるからやろ自分でいろいろ今はそうやね、赤ちゃんの時はさ、あ、これ食べさせないと、あ、洗濯もしないと、洗い物しないとみたいな、やらないと、要はさ、こうやってって言ったら、うんって言ってやるやん、そんな、ちょっとそんなさせてない、うん、そんなさせてないな、いやでも言ったらやるやん、やらんで、やらんな、とか言うやらんかったです、はい、遺伝子が、遺伝子のせいでちょっと雨も風嫌いやから、いつも家事嫌いじゃないんだけどやめて、洗い物は嫌いです、洗濯は好きです、うん、洗濯干すの好き、どっちも好き、あ、まあ、入れて畳んでタンス直すのちょっと好きじゃないで、好きなものが一緒やからよくないねん、よくないねん、好きなものバラバラやったらさ分担してできるけど、あとご飯作るのも好きやで、あ、それはありがとう洗い物ってさ、ほんまに髪苦手やねんな、キーホルダープレゼント NG ですよ、わかった覚えとく、多分初コメ、明日誕生日なんで、おめでとうございます、おお、ありがとうございます、初見じゃなかった、全然洗い物がな、そう、なんかさ触れるのが嫌やねんお前さっきはそうやった、何、じゃあ何もない何もない何もない、ママは生誕祭当選しましたが、しました、ありがとうございます、問題は席だよね、一番前でお願いしますでもそれもそれちょっと恥ずかしいよな、なんかごめんごめんごめんってな、あやみも嫌やわ最善に、ママ最善はちょっと嫌かも、去年ぐらいが一番良かったよ、あの家族席のあそこぐらい、やっぱあそこが一番いいかもしれん、親は去年4列目ぐらいやんな、うん、家族席じゃないで、去年、あ、去年家族席ちゃうかった、あ、じゃあ家族席は家族席じゃないよ、4列目ぐらい、友達だけや、え、友達と一緒におったくない、おってないよ、おってないか、あ、友達と先生が一緒におったのか、せやで俺の先生が一緒におったそうやった、そうやった、どっちも担当ちゃうのに、ルームスレンバンしよう、ルームスレンバン、あ、食洗機あるんですよ、うち、ちなみにでもさ食洗機さなんかさちゃんと洗えるのかな、え、夜洗いもいる上にさ食洗機を掃除するっていう
うわもう工程増えるっていう、もう多分洗った方が早い。あ、だから乾燥のために使ってますね。そうそうそう、今あやみたちは。最前センターにいてほしい。まあもう生きた。いやいや。ママからの手紙を本人がの正直読めんもんな。うん、頑張ったら読めるよな。読むわ読むわって。去年さ、その生誕の時ママ見に行っててさ、うん、これもショールームで話したことあんねんけど、若たんが確かもうあやみのママなんでみたいな、自分がもうあやみのママですみたいな若たんが言ってて、うん、ママ席にてそんなことないよって言おうかと思ってやめた。じゃあ今年言おうや、おるから。そんな話題が出てくるかわからない。確かに、また出たら言おう。言えない。意外と言えない。でも若たんと今同じチームやからさ、うん、まあ今日来年のさ生誕祭になったらもわからんけど、うん、だからほんまにママになるかもしれへんで、若たんあやみのママになってくれたらいいな。笹岡さんが隣にいたらあやみちゃんのレッス来ないかも。そうやねん、ごめんなさい、先に謝っとく。ママ近くにおったあやみのレッス来にくいかもしれない。ちょっと来にくい、きにくこっちみんなって言ってやるからな。ママの方向け、向かへんから。ママの方見ないでいいですっていつも言ってるから。じゃあママの方見たらママの近くの人にファンさせたって思っといて、ママじゃないって。え、うん、分かった。去年は最高列で生誕祭に入りました。確かにあやみちゃん製氷機が一番欲しいかもしれない。もうあれや、あれ冷蔵庫買い替えろってことになっちゃう。もうそれやと製氷機冷蔵庫が欲しいってことや。冷蔵庫が欲しい、自動で氷ができる冷蔵庫が欲しい。サンタさんに頼もうかな。関係者席ないの？関係者席あるんですけど、関係者席がちょっと感染者席あの見にくいので、そう後ろの方なの。かけたくてあのチケット取ってます。あ、なんもないです。あ、言わないと言わないと。生誕祭一般枠での応募が少なくて、じゃあ何やろ、うん、ね、一般枠さめっちゃ直、え、ない？あるあるある。何？なんかさ、ママの友達がさ何か行きたいって言ってくれてさ、その人数聞いて行く、誰と行くかみたいな、誰が行けるかみたいな感じになって、でチケットかどうやって買うみたいな言われて、買えるって言われて、あ、買えると思うでって言ったらさ、もう7日の朝まで買われへんくて、昨日の時点で。え、もう買われへんのってなって。そうな、みんな教えて。モバイルってまだやってる？モバイルやってなかったん。もう終わったってこと？え、30からやんの？てか終わらないと頑張って。いつまでやってんの、あやみちゃん。よいしょ。俺もっていうおもろい。ファニーの会員になってないから。え、なってる？ママが見て、ママファニーの会員まだ募集前。モバ終わりました。モバ終わったね。あ、モバが終わった。じゃあルームス終わったよ。ルームス終わった。モバイル終わったんちゃう？だって30やろ。もう4日経ってんで、今日で。モバイルも終わったで、一般枠が7日の朝やねん、うん、あ、わばねさんもさ、一般の抽選まだですかって言ってる。え、それね、お直前やねん。7日の朝ってさ、あ、7日の朝の分は売り切られてると販売されない。一般枠はじゃあいつない。ないとかある？ないの。え、あやなちゃん1年ぶりなん？ま、え、そんなことある？オンラインで会ってたからそんなこと感じひんだけ。一般ない時あるよね。え、だからモバイルとウルムスで埋まっちゃうってこと？感染者好き。感染しすぎやめて。一般枠は前日なんや。だからあれちゃん、もうギリギリまでさ席があるかないか分からへんからってこと？分かん。こまちゃんおいで。こまちゃん来た。あ、一般枠の受付は朝の12時からやって。え、あ、そうなん？うん、ねえごま、一般枠は応募自体が前日だよ。一般の抽選席10で明日の12時からなってるけど、売り切れてるのかな。あ、明日の12時からもしかしたら受付できる？売り切れてなかったら受付あるってこと？
みんなあやふやみんな分からへんねみんな分からへん行ってくるわあやみも高松さんが練習練習頑張れ練習行ってらっしゃいって言ってくれてるからそうそのたびにあやみが思い出せないけどごめんなママが喋っちゃうからもう喋らせて黙れ、はい、黙って行ってきますね行ってきます頑張らせてきますね。13位浩平さんありがとうございます。12位辰兄やさんありがとうございます。11位ゆうやゆうよんさんありがとうございます。10位の原慎之助のすけさんありがとうございます。9位大野ふひとさんありがとうございます。8位かるちゃんさんありがとうございます。7位高松さんありがとうございます。6位さとくんさんありがとうございます。ちょっと嫌がってるやん。5位木山さのさんありがとうございます。ともちゃんおいで、こっちはいいでしょ。4位ターちゃんさんありがとうございます。3位ブロスさんありがとうございます。大丈夫ちょっと嫌じゃないなはい。そして2位ブロスありがとうございます。そして1位は柳さんでした。ありがとうございます。かわいいごま部分見せて。ごま部分お腹です。お腹にごまがあります。お願いちょっとバイバイありがとう。バイバイありがとう。ボード書かないとみんなありがとう。お邪魔しました。はいお邪魔されました。用意しよう。自分でいけるんやんな、はい、あお金お金ない。まあいいよ。雨降ってたらババが送ってくれるって言ってたから駅まで。もやんでんで。もやんでんの？でも頼もう、うん、え土曜日今日は、うん、8時から。明日は5時から配信やから7時からやって練習行って早めに帰ってくるな、うん、だから皆さん明日7時明日7時半にする。7時半保険かけた。7時半にします。はい7時半です。お休みの日やからな。お休みの日です。皆さんもねお休みやから寝たいですよね。まあそういう日に限ってテンション上がって起きちゃうんですけど。何時今？9時半か。え1時間やってんの？ほんまに1時間半やってんで行かないと。えそっか8時か今日。でもいやじゃそれはねダメなんです。あやみが明日早く出ないと。だって練習できる時間少ないから明日。頑張るんご。まだ出ない。まだスケジュールって何日まで出てる？知らない。皆さんスケジュール何日まで出てますか？えご飯あげた今日猫ちゃんたち。まだ。あれやったない。うん。言ってよニャ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 って。だいぶ言ってたと思うねんな。17日まで出る？あーなるほど。メンバーは多分まだ出ないよね。もうそれその反応でバレバレ。だってさ11日ナンバラがあるでしょスケジュール的には。で確か13、17の B2 だよね。うん確か。言っていいよ。誰来るか知らへんけど。さグループ枠はなくなったの？ないでしょもうと結構前から。今日の1位は柳さんでした。ありがとうございます。はい。いや私は今11、13、17にある公演があゆみが出たことある公演がありますよねって言っただけ。別にどれ出るかどれで出れへんかも言ってへんから。ん？ねえ、ナビは昨日がさ名前は？あ？ん？どういうこと？え？ねえ、ナビはだいたい N から N の名前順、M の名前順、B の名前順っていう名前順やから、
だからあやみは最後の方の最初です意味やから終わりの始まり、うん、ちょっと意味違うかも。はい、ということで明日は7時半からでございます。ささやこれ、はい、7時半からと5時半から柔軟に、はい、確かに、え、言った。はい、ということで明日は7時半からと17時からでございます。ってことで、ではバイバイ、また明日。バイバイ、お邪魔しました、ありがとうございましたバイバイ。